ハフポスト日本版がお送りするライブ番組、コロナの今こそ D&I を考えよう、データから D&I を解きほぐす、セッション3つ目のセッションにこれから入っていきたいと思います。改めましてここからの時間はハフポスト日本版の小笠原遥です。よろしくお願いします。さて、このセッション3のテーマはですね、コロナで浮き彫りになった LGBTQ の働く現状今ということですけれども、4月25日から5月6日はプライドウィークということで、今 LGBTQ の人たちが働く中でどんな課題を持っているのか、そして企業側の D&I を進めるにはどうしたらいいのかということを深く考えていく時間にしていきたいと思います。このセッションでは2人のゲストをお招きしています。1人目は先ほどセッション1でもお話しいただきました、早稲田大学商学学術院教授谷口真美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、谷口さん引き続きよろしくお願いします。はい、はい、ダイバーシティ、はい、あ、すいません、はい、ダイバーシティを生かす組織とリーダーシップを専門に研究しています早稲田大学谷口です。よろしくお願いします。はい、引き続きよろしくお願いします。そしてもうお一方は株式会社ジョブレインボー CEO の星健人さんです。よろしくお願いします。はい、LGBTQ の就活や転職をサポートする求人情報サイトジョブレインボーを運営しています星と申します。よろしくお願いいたします。なんとですね、私知らなかったんですけれども、星さんは学生時代にハフポストでスチューデントエディターをやってたんですね、インターンで。そうなんですよ、当時からハフポストでは D&I や LGBT テーマにした記事を数多く出していたということもありまして、その点に惹かれて働かせてもらっていたんですけれども。どんな思い出がありますか？はい、今の授業にも生かされていて、印象的だったのが、会社の直前にですね、編集部の皆さんに LGBT 研修させていただいて、行く機会がありまして、まあ、そういった学生でもチャンスをいただけるような、まさに D&I の編集部の、環境だったのかなと思っています。なるほど。あ、学生のインターンの星さんが編集部の社員に研修をしたということですよね。そうですね。はい。まあ、今でもハフポスト、スチューデントエディターたくさんいます。星さんのイズムが脈々とこう引き継がれているのかなっていう感じもあります。今日よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで、早速ですね、星さんに伺いたいんですけれども、LGBTQ が働く中で、どのようなまず課題があるのか、どんなところを考えてますか？そうですね、まずちょっとこちらの調査結果をご覧いただきたいんですけども、ジョブレインボーでですね、採用現場で LGBT 調査を行ったところ、まあ、2018年なんですけれども、まあ、LGBT 当事者が職場で、まあ、この職場 LGBT フレンドリーじゃないなというふうに感じるポイント3位ありまして、まず1位が男らしさ女らしさの言及で、第2位に、まあ、LGBT への差別的言動やホモネタ、いじめ、からかい。そして3位に、恋人、結婚、出産への選択というものがありました。で、2位のですね、この差別的言動とかっていうのは、こう、あからさまなものとして、LGBT ターゲットなので分かりやすいと思うんですけど、特筆すべきが、この1位と3位っていうのは、直接 LGBT というわけだけではなくて、で、こう男女と言われる性別二元論と言われる中で、異性愛かつ心と体の性別が一致している方のみを、まあ、前提としたコミュニケーション、職場で起きていることに対して、まあ、LGBT がそこにこうもやもやしていたり、居づらさを感じているっていうことは注目したいところですし、この1位3位の言動っていうのは決して LGBT だけでなくても、まあ、嫌だなと感じる人、今の職場では増えているんじゃないかなと思います。いや、全くもって本当にその通りだなというふうに思うんですけれども、具体的には、まあ、このアンケートからですね、どんなシーンが、まあ、思い浮かぶのかちょっと教えてください。例えばこう面接だけではなくて、職場でこうちょっとした雑談とか飲み会の場で恋愛の話ってよく出てくると思うんですね。そういった時にこう彼女いるのとか彼氏いるのって聞かれたときに、こういちいち隠さなくてはいけないことにエネルギーを使って、まあ、嘘をつくことへの罪悪感を感じている方も少なくないですし、こういったまあソフト面の理解がないっていうところ以外にも、まあ、社内でこう同性のパートナーシップ認められていないっていうところで、転勤先に自分のこう愛するパートナー連れていけないとか、福利厚生でもですね、異性婚だったら、まあ、結婚祝い金とかハネムーン休暇あると思うんですけど、そういうのが受けれない、不平等を感じる、
で、一番深刻なのはやはりこうトランスジェンダーの方で、いわゆる心の性に伴ってお手洗い、更衣室、利用ができないといったですね、まあ、基本的な職場での行動すら制限されているといったようなまあ現状があります。そういったこう小さな閉塞感っていうのが重なっていくと、まあ、いずれ大きくなっていくっていう、まあ、不安な気持ちも大きくなっていくということですよね。まさにそうですね。谷口さんは、まあ、この今のお話伺ってどうですか？はい、まず1点目が冒頭で申し上げたこう表層のダイバーシティというか、あの性別も目で見たあのこう見えるところで の, あのダイバーシティで、真相をおそらく簡単にこう結びつけるっていうところで、あのこういうことが多分発生してるんだろうなっていうふうに思います。でもう1点は先ほどのこういろいろあの企業の取り組みの点なんですけども、やっぱり個々人が持ってるこう能力を最大限に活かせるような職場にはまだまだあの今星さんがお話しくださった中ではなっていないんだなと。やっぱり企業にとってもそれが宝の持ち腐れになってしまうんじゃないかなというふうに思いました。谷口さん、あのダイバーシティという視点で、まあ、企業が取る行動っていうのがいくつかこう分類されるんですよね。あ、そうなんです。はい。はい、あの冒頭 の, あ の,、まあ、あの最初の10分のところであの申し上げていた、もう全く取り組まないと、ダイバーシティに対して全く取り組まないというあの抵抗 の, あのステージあの姿勢と、あとはもう本当に外形的に法律遵守のために取り組むっていうあのステージと、あとはやっぱり多様性を受け入れて積極的に生かそうとするようなその先のステージがあるんですけども、うん、今の話です。女性にあの今の話ですと、あの星さんのお話はあのそういった企業はおそらくまだまだあの多様性を受け入れてないというようなふうにあの伺えるんじゃないかなと思います。分類の中ではまだまだこう抵抗という段階のフェーズを抜きん出てないというところなんですかね。そうですね。星さんはですね、あの LGBTQ の人たちが働く中で、まあ、新型コロナウイルス、まあ、こういったことが起きてしまいました。まあ、このコロナウイルスという点からいくと、どんな影響が出ているのかなというふうに感じますか？そうですね、今あのちょうど調査をしているところになりまして、こちらのちょっと途中経過をですねご紹介したいと思っています。はい、あのまず就職活動、転職活動の現状について、うん、まあ、勤務先の休業っていうところで 25%、 給料がもう減っていると答えている方がもう 21%、労働条件がまあ悪化しているという方も 19% というところで、かなり多くの方が影響を受けているということがまあ結果として分かっています。これはなかなか LGBTQ に限らず今全体としてまあかなり深刻な状況になっているわけですけれども、まあ、割合としては5人に1人ということになっている中 で、 そうですね、どういう原因がまず考えられるんでしょうか？そうですね、こういった調査結果の中で、まあ、特に LGBTQ コミュニティの中ではサービス業や、まあ、販売職といった形で、まあ、いわゆる接客ですね、こう、うん、まあ、飲食店とか、あと介護現場とか、そういった場所で働く方がやっぱり多い傾向がございまして、そうなるとですね、やはりオフィスワーカーとして、まあ、オフィスの中で働くというよりも、まあ、現場に出て働かなきゃいけない。そうなってくると、また非正規雇用っていう部分で、まあ、アルバイトであったりとか、契約社員、派遣社員の方っていうのも多いので、まあ、結果としてコロナによる影響を、まあ、ダイレクトに受けているというような、まあ、LGBTQ の今置かれている現状っていうのが、まさにこの調査結果で浮き彫りになった形かなというふうに考えております。LGBTQ が働く中では契約雇用の契約の問題もあるし、働けるどうですか、業態の裾野が広がっていないということも、まあ、新型コロナに関わらずの問題でもあるということですよね。そうですね、あの星さんは企業側とも話すことが結構多いと思うんですよ。逆に企業の側はこのどういった悩みを持っているのかっていうのは。そうですね、はい、日々いろんなこうご相談いただくんですけれども、その中で一番多いもの、大きいものっていうのは、この現場での理解、浸透というのがなかなか進んでいないということが、よく挙げられます。うん、まあ、例えばあの最初に挙げたこう同性パートナーシップがないとか、お手洗い、更衣室っていうような課題って、まあ、施設面、制度面、一回変えたら、まあ、確かに終わりなんですね。ただ、じゃあ
現場のソフト面で個人個人がですね真の理解をしているかっていうのは、これ研修をやったり勉強会やったり1回だけで終わりっていうふうにやっぱりならないんですよね。うん、まあ、なのでこう冒頭でですね、 LGBT の多くがこう性別二元論男女っていう分け方に対して、まあ、疑問を感じている方多いようにですね、そもそも男性女性平等な職場環境がなくてはならないですし、性別だけじゃなくてですね、職場にはもう様々な人が、例えば障害を持った方、外国人の方、LGBT の方といったようにですね、様々な方がいるという、D&I の考え方、これが根付いてない限り、やはり本当の意味で LGBTQ が安心して働ける、そういう心理的安全性の高い職場っていうのはやっぱできないかなというようなところになってます。そうですね、あの多くの企業が LGBTQ 研修は導入するようになってということですが、やはり机上のところだけではなかなか浸透していかないっていうところは課題点としてあるのかなというふうに今お話して感じたんですけれども、一方でどうですか、ポジティブな変化っていうのは、まあ、少なからずこうあるんでしょうか今。そうですね、ぜひご紹介したいんですけど、まあ、まず一つが大手のタクシー会社さんでですね、やっぱりこうタクシーってこう人材難にあえいでいるような業界でして、組織を本質的に D&I 変えていった結果ですね、まあ、多くの LGBT の方が入社しましたと。さらにこう取り組みを始めた後に1年ほどでほとんどの方が離職率の高いやっぱり職場環境でありながらも離職せず継続して働いている。それってやっぱり職場にとっても経営っていう観点でも嬉しいですよね。はい、そもそもこう年配のこう男性ドライバーっていうのは組織の大部分占めているような、まあ、会社の中でですね、年齢もセクシャリティも様々なこう LGBT の社員がですね、入社していったことで、まあ、本当にこう担当者の方も旋風が走ったというようなぐらいですね、新しいこう組織の活性化進んだっていうのがまず一個あります。でちょっともう一個ですねご紹介したいのが、はい、ぜひお願いします。そしてそういったそうですね、その組織の中だけじゃなくて、こう組織の外に向けても結構いいことがございまして、うん、あるこう保険の代理店様ですね、こう LGBT の方が続々こう入社していった結果ですね、こう今ではこう保険金の、死亡保険金の受け取りを同性パートナーと既存の保険商品だとできないっていうところから、うん、同性パートナーでも保険金を受け取れるようにしたりですとか、通常の保険だとですね、やっぱり加入を断られやすいトランスジェンダーの方でも利用しやすい商品開発したり販売したりとかいうことをしているんですね、うん、これってもう職場環境だけじゃなくて、もう事業と言われるようなとこまで多様な人材がいることで新たなマーケット創造がされている、つまりこれがイノベーションが起きているような状態っていうのができているんじゃないかと思っています。 LGBTQ だからこそ当事者として世に生み出せるものや価値があるんだなというふうに今の星さんの話もありましたけれども、まあ、企業が変わる、受け入れることで企業が変わる、そして企業が変わることで社会が変わるっていうアクションにもう一歩踏み込んだアクションになってますよね。そうですね、まさにおっしゃる通りだと思います、うん、はい、谷口さん、こうやって、まあ、企業にもポジティブな変化があるわけですけれども、まあ、日本企業が今抱える D&I の視点から見た課題っていうのはズバリどういうところなんでしょうか。そうですね、お話を伺っているとあまりこう進んでないというか取り組んでないとおっしゃってた会社はどうもチェックリストになっているというか、研修を1回やっただけだとかそういうやり方でこう進めていると。でも後半の方でおっしゃっていらおられたこう非常にうまく取り組んでいらっしゃる会社っていうのはやっぱり D&I 本来の姿である違いから価値を生み出しているという点があるんじゃないかなと思います。でもちろんこう差別区別っていうものをなくして、でその中で先ほどおっしゃっていた心理的安全を担保して、で安心してマイノリティの方々がマイノリティがこう全力を出し切るっていうことは大事なんですけれども、うん、やはりこうメンバー同士がお互いに影響し合ってこう新しいこう風っておっしゃってましたけれども、新しい何かをこう革新的な解決を作っていくっていうことがダイバーシティの多様性の最もベネフィットだと考えています。でスライドを出していただきたいんですけれども、うん、はい、はい、お願いします。真相と表層の図です。もう一度セッション1でも、ね、出ましたよね、はい、そう、はい、そうですね、先ほども少しご説明させていただいたものなんですけれども、こちらが、まあ、属性にも
表層と深層っていう2つの次元があるっていうのをお話ししたと思うんですね。で LGBTQ の、 の人たちは個々人が深層のダイバーシティを表明しなければこう分からないと。でそんな中でカミングアウトしなくても個々のこの人生経験とかキャリアとかっていうようなその人のもう見方だとかスキルだとかそういったものの違いからこう価値を生み出すっていうこともできると思います。で、ただこう経験だとかこうそういった物事の見方だとかスキルだとかを生かすって言った時にやっぱりその人たちその人たちがこう その違いに着目してほしいというふうに思うかと。たとえ真相であったとしても、はい、そうではなくてやはり自分自身こうみんな職場のみんなと同じように同等に扱ってほしいとそういうふうに処遇してほしいというふうに考えるかっていうのは個々人によって違うっていうふうに思うんですよね、うん、でなので真相の多様性に着目をしてこう生かすって言った時にやはり基本は個人がどうありたいかこれがやはりこうインクルージョンの基本じゃないかなというふうに思います。なるほど。あくまでも個人ベースでしっかりと考えていくということが必要なんじゃないかなということですね。はい、星さんはどうですか？谷口さんに聞いてみたいことっていうのはありますか？せっかくなんで。そうですね。私自身も谷口さんの著書は過去に読ませてもらって大ファンなんですけれども、企業さんにですね、そういう時にこうダイバーシティ&インクルージョンの大切さっていうのを伝えるのが難しいなという思う点が、やはり深層のダイバーシティっていうのが、表層と分けた時に本質的に核心につながるというような説明をすると、じゃあ表層にあるそもそものこう男女の違いとか見える違いっていうのは軽んじて良いのか、特別に何かする必要ないんじゃないかっていうふうに言われちゃうことがあるんですけれども、その点に対してどうこう伝えればいいのかっていうのを少し、はい、質問させてください。おっしゃる通りで、よく企業さんと私もお話をすると、こうだったらもう個人で見たらいいので、表層のダイバーシティに対して何もやらなくていいじゃないかというふうなことっていうのは私もよく言われることがあるんですけども、でも今のお話を伺っていてもそうですし、やはり現状を見ていても表層のダイバーシティっていうのはマイノリティがいかに不利な立場に置かれているかどうかっていうことをこうしっかりとこう見ていく一つの区分になると思うんですね。でそれによってこうそれいかにこう例えば性別で見たりとかこういろんなところで見たときにこうそういう人たちが不利な立場に置かれてないかっていうようなことを見るっていうのは大事ですし、でそんな中でじゃあこのカテゴリーで表層のダイバーシティでカテゴリーで見るって、でその時にその人たちその一人一人がどんなこう冒頭であった偏見であるとか、あるいはこう見方であるとか、ステレオタイプみたいなものを持ってるかっていうことを考える上で、表層っていうものも一つは考えていって、でその中でこう公平な職場を作るっていうことは、まずは基本としてあると思うんですね。で、そんな中で、真相っていうものを見ていきながら、多様性のこうプラスの効果っていうものを見ていくという両面の取り組みっていうのが必要じゃないかなというふうに思います。やはりこの表層のダイバーシティで進めることと深層のダイバーシティで進めることっていうのはやっぱり車の両輪のようなものなの で両方が必要じゃないかなというふうに思います。星さんいかがですか？いや、なるほどなと思いまして、深層の多様性も表層の多様性、その両輪があってこう革新が生まれるっていうと、やっぱ実際にこう表層の多様性で例えばこう性別による差別偏見がそのままの職場だと、女性の方が持っているその個人の経験やスキルっていったこう深層にある多様性をやっぱ発揮しづらくなっちゃうことって往々にしてあると思うんですね、うん、職場の公平性を担保するっていうことは結果として心理的安全性に直結して、それが高まれば深層のダイバーシティをよりこう職場の中で発揮しやすい、そういうなんか組織になるんじゃないかなって思うと、まさにこう谷口さんのおっしゃっていただいた両輪なのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。